私の名前は宮崎まさみと言います。お祭りの太鼓を聞いてて自分も叩きたいなと思いました。この方々と、交流を佐渡の方々と交流をすることだったり、お祭りを見ることだったりっていうところから学んで、そのことをパフォーマンス、自分たちのパフォーマンス作るパフォーマンスに生かしていくっていうことを理念として持ってます。自然と太鼓はやっぱりもう離せないもので、何にもそう歯向かえない、自然には歯向かえないな。自分が叩いて自分の出す音ではあるんですけれど、その出した音から聞こえてくるものっていうのは、人間もっと謙虚に生きて自然と共に、まだ明るくなったら目覚めて気持ちよく起きて、周囲の人に気持ちよく挨拶ができて、美味しいものをいただいて、謙虚に生活していくことっていうのを得られたような気がします。